でもビーバーも増えるとあんだけ木をダメにしたんですね。てか僕森を守るためにしょうがないからのかなと思ったら美味しい食べるためだけだったんですね。いや森も守って食べるんでしょ、まあ、副産物として食べるというね。これでも世界各国あっちこっちっていうかいろんなもの食べてるでしょ。一番自分が多分ダメだったのはカンガルー、カンガルーのオーストラリアに行くとなんかあって、カンガルー特有の臭みはある。臭みがある。多分羊も同じように。羊は僕大丈夫なんですよ。あ、そう、俺羊生で食べてから羊食べられなくなってしまったの。前言ったように内臓よ、内臓。あ、きついきつい。僕も内臓ダメだった。ダメでしょ。なんか腎臓か忘れたんですけど、でもそれ似てるんですよ、うん、ちゃんと臭み取ってるって言うけど、もう一番ダメ、うん、ダメでした。ダメやよね。それ以来僕ちょっとでも羊の匂いすると頭の中50匹でメーン。マジで。実は今日はそのウシュアイアからお土産が届いております。リーダーリキとかないやろ。マテ茶飲んでみましょうか。さっき怒られたやつ。マテ茶ストローは出してはいけないってやつですね。でも面白い方でしたよね。面白い方。向こうの人キャラクター似てるね。あのマテ茶ってあの男の人を元気にするあれ、マテ茶か、マカか、あれマカか。ほんでなんで君知ってんの。これはもう信仰の印ということで、うん、回して飲むのがいいということなんですよね。え、このどうストローで吸うの。ストローで。いやもう知らないわな。順番金城さんから、はい、あ、僕からでいいんですか。こっち行こう、うん、順番。あ、軽い、すごい、うん、軽い軽い。あ、熱い熱いよ、熱い熱い。元気が出てきた。そんなわけ、そんな元気に出てくるわけがない。熱いよ、だって熱い。あ、ほんまよ。苦い。元気出ないよ、こんなの。苦いな。熱い。苦いな。あ、元気になった。そんなアホか。元気になったみたいないやろ、夏目。どうや、これ元気出ます。今日はいかがでしたか。いや、楽しかったですよ、本当にもう一回行きたい、今度。いや、びっくりしました。面白い。金城武さん、お忙しい中、はい、ありがとうございました。